実験大好き MNM です。今回の話題はアマチュア無線、実験の効率化、特に損失可視化してみたいもんですね。今回はサーマルカメラ有望だと思っております。昔なら数百万、今なら数万円で購入可能です。損失の可視化、実験の精度、さらに幅を広げると思います。今回はカイウィートさんからご提供を受けました KTI-K01 を中心に紹介させていただきます。他のサーマルカメラでもね、いろいろと応用できると思います。ぜひとも参考にしていただければと思います。サーマルカメラ実用性は、まあサーマルカメラですよね。昔からよくテレビとかでね登場してたと思います。発熱しているものから出てきております赤外線をね、まあ検出して温度のね違いを色分けしてね、画像で表現してくれる道具だと思います。昔からね歴史はあったと思うんですけどね、とにかく高くて一般の方にはね使えるようなもんではありませんでした。最近非常に精度が良くなっております。 0.1 度ぐらいのね差があってもしっかりと表現してくれると。床面に対してねこうやって指でね字書いてもねサーマルカメラで検知できると。まあこれ上手に使えばね、ほぼ推理小説の世界っていうんですか、意外とねこういう足跡を含めてねしっかりと温度の差っていうのがね表現されるような形です。で問題はね、このサーマルカメラ何に使ったらいいのか、ドローンとか建設業界とかあっちこっちでいろんな方々が使い方考えてるような感じです。私的にはねアマチュア無線業界でどのように使えるのかちょっとだけ深掘りしたいなと思っております。アマチュア無線応用事例。アマチュア無線の場合ね、やっぱりロス損失、電波が飛ばない、効率悪いっていうんでね、皆さんいろいろと研究されております。その中でね一番わかりやすいのがアンテナの、まあ、短縮コイルの発熱ですね。これはね一番わかりやすいと思います。以前もねこちらの方でそのアンテナ紹介させていただいております。7メガでね短縮率およそ 50% です。給電部の下にコイルがあります。このコイルをね実際に測定してみました。外気温が30度ちょっとあった時です。まあプラス15度ぐらい上がったような形っていうんですか、 50W 出力でね20秒ほど送信したんですけどね、まあこんだけは発熱したと。まあそれでもね触ってもされないほどでないんでね、出力的にはね全く問題ないんじゃないかなと思いました。材料の加熱ですよね。やっぱり高周波が流すとね加熱しちゃうっていう事例もありました。まあ詳しくはねカーボンドットのファイバーでも実験しております。測定した結果なんですけどね、カーボンドットの継ぎ目が発熱してたと。気がつけはね気がついたんかもしれないんですけどね、意外とねこういうの可視化するまではねあんまり誰も気づかなかったっていうんですか、なんかおかしいなと思ってた人は多数いたと思うんですけどね、やはりこういうサーマルカメラで撮影しましたね、ロスを発生しているところが一発で分かったと。私はこれにねびっくりいたしました。で次はね自作のアンテナのチューナーですよね。よくチューナーもね損失があるって有名だと思います。このチューナー測定してみました。その結果なんですけどね、コイル自身は発熱しないんですよ。コイルのねタップ部分ですよね、ちょっとここがねプラス5度ぐらい発熱してたと。あ、こんなとこが発熱してるんやと驚きました。逆にねコンデンサーの部分、この辺なんですけどね、こんなチャチなコンデンサーすぐに燃えるかなと思ったんですけどね、ここは全く発熱していなかったと。意外とねこういうチューナーっていうのもね、どこが発熱しているのか、そこが損失の原因だと思うんでね、ちょっと私もねちょっとこの辺はね再度見直しをかけていきたいなと思っております。自作のダミーロード、意外とね最近ダミーロード作ってる方少ないかもしれないんですけどね、簡単に作れます。本体はこれだけなんですよ。抵抗がくっついてるだけです。出力をね熱に変えます。この時は 50W を加えてみました。ドライヤーで冷却しないとね連続出力に耐えれないんですけどね、連続出力確か30秒ぐらいしてた時のね均等になった温度が90度でしたからね、まあ意外とドライヤーの冷却効率っていうのは高かったなとね、この時感心いたしました。基板の故障箇所を見つけると。まあこういうね基板、最近チップ部品合うと思います。どこが故障してるのかってなかなか見つからないので、サーマルセンサーでね熱い部品探していくと、かなりの確率でね熱い部品がね故障している確率が高くなるんでね、こういう修理方法はね最近確立しているような感じだと思います。であとは 50W 以上のね無線機ですとね、 DC 電源からの電圧低下の場所っていうんですか、これもねこういうカメラ使いますとね、例えばヒューズの継ぎ目の部分とかね、そういうとこだけが熱くなってます。手で触るとねなんとなく熱いなと分かるんですけどね、こういうサーマルカメラ使うとね的確にその場所分かると。ぜひともねこれもお試しいただければと思います。ロスとか故障箇所可視化して、でなおかつ温度で数値化もできます。サーマル
のカメラってね、割合簡単にできる割にはね、いろんなことに応用できます。ぜひともね、いろんなことに使っていただければと思います。サーマルカメラ最新機能。このサーマルカメラってね、いろんな種類があるんですよ。今回はカウイートさんからね、ご提供を受けましたKTI-K01 っていうタイプご紹介させていただきます。実際の商品がこちらの方になるんですけどね、このような形でね、非常に薄型で、こちらの方ね、タッチパネルで操作するような形になっております。ポケットにもすっかり入ると、で非常にコンパクトです。 Wi-Fi も内蔵されております。レーザーのね、距離計ということでね、ちょっとわかりますかね、こういう形でね、可視化されたレーザーなんですけどね、センターのポイントがよくわかると、で、あと距離もね、測定してくれます。これがね、何気に便利が良くなっております。もう一つはね、この可視光のカメラ、実際ね、サーマルカメラの映像とね、可視光のカメラの映像を重ねる機能があるんですけどね、可視光のカメラって普通でしたらね、意外と 0.3 メガピクセルぐらいのね、弱いカメラが入っていることが多いんですけどね、このカメラはね、レポートとかの提出にもね、強化された機能があります。可視光のカメラがね、5メガピクセルと大きいと。これが 0.3 メガピクセルです。まあ、重ねるだけならこんな感じでいいんですけどね、レポート作るときにはちょっとかっこ悪いと思います。まあ、レポート作るときにかっこよくするためにね、5メガピクセルのカメラが内蔵されていると。意外とこれはね、レポート作るときに役立つなと思いました。PC との連携ですね。こちらはね、驚異の分析能力があります。資料をね、作成していくためのね、その根拠立てていくようなね、データが結構分析できるようになっております。で、あとはデータの抜き出しにつきましては、 USB のポート C がありますね。まあ、これはね、いろんなカメラにもね、実装されていると思います。あとはね、ホットスポットみたいな形で Wi-Fi を使ってね、やる方法で、あとはクラウドの連携も可能です。パソコンが横にある場合には USB 経由でやる方法と、Wi-Fi を使ってやる方法、この2種類用意されております。で、あとデータをね、共有するということで、クラウドの方にね、 Wi-Fi 経由で上げる機能もあります。容量としましてはね、メーカーさんの方が1ギガ提供しております。専用ソフトを使ってね、アクセスするような形になっているんですけどね、意外とこの機能使えるような形になっております。 PC のね、データで保存するっていうのはよくされていると思うんですけどね、専用ソフトも実装されております。このソフトを使いますとね、非常に高度な分析ができるようになっております。普通ですね、色分けだけです。可視化できないようなデータがありましてもね、このような形で画面にマウスを当てたり、で、あとは直線とかね、任意の場所を選んでね、グラフ化とかね、分布化できると。こちらの方がね、その画面なんですけどね、マウスを当てるとね、マウスを当てたところの温度がね、後から分かると。何気にこれ結構使えます。で、あとこちらの方にはね、直線を引きました箇所のね、温度の分布、こういう形でね、温度が変化してますよっていうのをね、距離と温度で表示してくれると。後からパソコンでゆっくりできるところはね、すごいなと思いました。この温度分布をね、 3D でね、さらに可視化する機能があります。こんな形でね、 3D 化して見えると、意外とね、グラフだけですとピンと来ないんですけどね、こういう 3D にしますとね、非常に温度分布っていうのがね、よくわかるような形だと思います。あとはレーザーのね、距離計がね、内蔵されております。この距離からで面積を求める機能が実装されております。これはこれで結構ね、壁の面積とか求めるのに役立つと思います。色々と触ってみたんですけどね、レポートの作成分析にね、特化したようなね、カメラだと思います。使い方、動画で説明。今回のね、カメラどうやって撮影したのかっていうのはね、動画の方でご紹介しようかなと思います。詳しいやり方はね、こちらの方の動画見ていただいてもわかると思うんですけどね、こんな形でね、撮影しております。慣れれば大したことないんですけどね、最初はちょっと苦労したような形です。今回はね、タフネススマホ2台使っております。本体のみ基本機能、こんな形です。カメラの使い方説明させていただきます。まずこちらの方のね、ボタン上にあります。こちらの方の電源ボタンを押させていただきます。はい、このようにね、立ち上がりますとね、ほぼ自動で全部表示されます。こちらの方がね、最低温度で、最高温度がね、このような形に出ます。で、あと実際ね、この真ん中のところにあります矢印の温度がね、今 25.1 度差しております。こちらの方で表示モードが変わります。現在がね、これ赤外線、これが可視光の方ですね、普通のカメラになります。で、 PIP って言ってね、部分的に赤外線のね、状態が表示されるようになっております。で、こちらの方のボタンを押しますね、ここの方のね、透かし状態が変わります。大きさもこうやってね、2本の指使うと変えることができます。まあ、意外とね、これ見やすいんじゃないかなと思います。こちらにしますとね、可視光と赤外線を重ねたような形になります。温度の可視化、このような形にね、可変させることができます。こちらの方で現在ね、表示されておりますこの自動のね、スパン、こちらの方ね、1回押しますとマニュアルでね、
温度差、今これ30度の温度差でね表示するようになっております。こういう形でやりますとね、27、28でねこのスパンの幅をね自由に変えれます。ただこうしますとねほとんど真っ黒になりますからね。通常はねこのマニュアルモードでこの鍵マークがありますね。これでこう操作していきますとね、上下方向一応自由にねこう設定できます。ただこれもね意外とやるとねめんどくさいといえばめんどくさいんで、私はねあんまりねこのモードはね使わずにね極力自動で割いた方がいいんじゃないかなと思います。レーザー距離計を使ってね面積をこのような形でね求めて温度分布調べております。まず面積をね変える方法をご説明いたします。まあこんな形ですね、こういう形でしますとね面積変えれます。でその面積の場所もねこんな形で変えれます。であとこの面積を求めるためにはねレーザーを出す必要があります。でレーザーを出しますとねこんな形ですね、今この辺ついてると思います。レーザー当てます。 0.2 平米ということでね距離が分かりますとね面積が分かると。まあ意外とこれはね壁とかね放射面積を求めたりする時のね計算に結構使えるんじゃないかなと思います。意外とねこの辺多機能なね機能がこういう形でねいっぱい搭載されております。クラウドの方にねデータ送信する仕方です。撮影したデータをねこちらの方に残っております。動画のねアルバムってところにねこういう形で全てのデータがね保存されるようになっております。こんな形ですね、こんな形で保存されております。ただこの中でねどうしてもねクラウドに上げたいデータがありましたね、選択をしていただきましてこういう形にしますとね、この雲マークを行きますとねクラウドの方にねデータが上がるようになっております。クラウドに上げますとねこんなマークがあります。であとクラウドに、ね、上げたデータっていうのはねこちらの方の別画面の方でね管理されているような形になっております。 USB 転送、 Wi-Fi 転送、クラウド自身の方もねこんな形で実施いたしました。こちらの方 USB のポートにねケーブル挿してみます。ケーブル挿しますとねカメラの方が見えてきます。でこれを叩きますとねこういう形でストレージの中身が見えます。赤外線のデータがね2つこういう形でね入るような形になっております。まあ、USB 使う場合はねこちらの方に付けさせば一番簡単です。まあケーブルはいるんですけどね一番汎用性が高いと思います。でその次にね設定を変えます。でここを打ちます。でこちらで下の方をねめくっていただきますとデバイスのホットスポットっていうのがあります。こちらの方をねちょっとオンにいたします。デバイスのホットスポットをオンにいたしました。この時に Wi-Fi の方のね設定を変えます。この状態でねこの専用のソフトこれをね立ち上げさせていただきます。エアーインポートっていうのがあります。これを押しましてね今ですと API です。 API で接続を入れますとね更新、中のフォルダーのね状態を見ることができます。クラウドのねここあるんですけどねクラウドインポート、ここを押しますとねこんな形で出てきます。ここからねダウンロードすればいいと。ですから1対 N でねデータを配信したい場合とか、まあそういうねまあ一般の個人よりはね工業の世界とかにねご利用になられる方がね一番よく使うパターンじゃないかなと思うんですけどね。専用ソフトの使い方こんな形です。であと実際にねファイルの見方の方説明いたします。撮影済みのね写真を見ることができます。でこちらの方をねちょっと選択させていただきます。サーマルセンサーによってね撮影した映像となります。でこちらの方がね可視光ですね、普通のカメラの映像になります。ここをねクリックしますとこういう形で入れ替わります。でこちらでね注意していただきたいがここですね、こちらの方ですけどね一応カメラの方を設定変えまして5メガピクセルで撮影しております。ですからねまあ非常にまあ比較的またはっきりした映像っていうんですか、こんな映像が捉えているような形です。ソフトの方の使い方ご説明させていただきます。まず基本的な使い方なんですけどねマウスをねこう当てていきますとね各部の温度がねこういう形で細かく表示されます。まあ、実際色別はねこちらの方を見ていただいても分かるんですけどね、それ以上に詳しいデータというのがねこのような形マウスのポインターを当てていきますとね表示されるようになっております。あとこちらね選択しまして線を引いてみます。こういう形ですね、こういうね線引きますね、こちらの方にも合うと思います。こちらの方のね各温度の分布と直線のね位置による温度の違いっていうんですか、これがこういうような形に出ております。であとはねこちらの方平均温度とかも出ております。四角で選びますね、こんな形ですね。この四角内での温度の分布っていうんですか、こういうものと平均温度が出るようになっております。こういう形で選びますね、各分布のねこういう色のね均等の取れたところをね抽出しまして、そちらの方のねこの分布っていうのも表示されるようになっております。なかなかこの機能はねよく使う機能じゃないかなと思います。
あとはこちらにあるんですけどね、レポート編集という機能があります。でこちらの方がね、一回ちょっと使ってみます。こういう形でね、クリックしてね、渡しますと、各映像のこの結果っていうのがね、サーマルセンサーの映像、可視光のね、カメラの映像がね、比較っていうことで表示されております。こういう形で細かなデータがね、自動的に印刷されるようになっております。 3D でね、表示するモードっていうのもご紹介いたします。これをね、ちょっと見ていただいたら僕はよくわかると思うんですけどね、こういう形ですね。これね、可視光のね、この冷蔵庫の側面なんですよ。先ほどありました、この側面はね、こういう 3D で表示しているような形です。これ横から見たらわかると思うんですけどね、各温度のね、違いっていうのがね、非常に細かく、色だけでしたらね、真っ白だったんですけどね、 1,2,3,4 4本ね、これ冷蔵庫の側面にね、熱交換器のね、多分パイプが走ってるんじゃないかなと思います。温度分布としてね、こんな形に綺麗に現れていると。従来でしたらね、色でしか表現できなかったのをね、3D のね、こういう山に表現しますとね、わずかな温度の違い、これをはっきりとね、可視化できると。ちょっとこの機能にはね、私自身驚いたような感じです。ローコスト機もあり、まあ今回ねご紹介したカメラっていうのはね、非常にね、レポート作成に特化しております。動画の撮影ができない点だけね、1点だけ弱点になっております。ただ基本的にはね、まあ撮影される前にはね、もう少し安い機種っていうのも用意されております。同じくカイウィートさんのね、KTI-W01 ガンタイプですね。ちょっとポケットには入らないんですけどね、サーマルカメラ業界ではね、標準的なデザインだと思います。こちらの方はね、静止画動画ともに撮れますからね、動画撮りたい方はね、こっちの方が最適かもしれません。レポートの作成とか分析ですよね、パソコン上でゆっくり分析したい場合はね、今回ねご紹介した型式の方がね、はるかに優れていると思うんでね、まあこの辺はね、使い方用途に合わせてね、いろいろと選択していただければと思います。まとめの方させていただきます。私にとりましたらね、アンテナアナライザーがね、登場して以来のね、衝撃を受けております。サーマルカメラってね、撮影するときにね、最適なパラメーター選んでね、映像化しとかないとね、後からよくわからんという現象がよくあったんですけどね、今回のこのカメラにつきましてはね、 PC 連動分析が非常に優れていると、撮った後からそのデータが使えるところはね、すごいなと思いました。使い方はね、非常に応用範囲広いです。考えるだけでもね、すでにもう実験がスタートしていると。使い方を考えることがね、ほぼ実験のね、8割9割だと私は思っております。どうしてもね、このアマチュア無線業界っていうのはね、経験とか勘ですよね。私もね、勘大好きなんですけどね、今の時代いろんなね、測定器が出回っております。高いものは買えないと思うんですけどね、お手軽な測定器を使いながらね、まあやっぱりデータを可視化していくと。サーマルカメラってまだまだアマチュア無線業界普及してないと思うんですけどね、ぜひともね、このサーマルカメラ使えばね、いろんなことが見えてくると思います。最近ね、こういうサーマルカメラっていうのはね、ドローンの業界とか建設業界でめちゃめちゃ研究されてますね。大学レベルで研究されております。例えばなんですけどね、カメ面とかにね、空間がありますとね、温度差が現れるとか、あとはひびがありますとね、水が入ります。で水が入った後にね、気化熱っていうことで、そこだけね、温度が下がるっていう現象もあります。まあそういうね、現象を駆使しながらね、ドローンとサーマルカメラを組み合わせてね、非接触のね、まあ診断っていうんですか、まあこういう用途でね、今大学レベル、企業レベルでも相当いろんな応用事例探してると思うんでね、まあぜひとも皆さん、サーマルカメラね、ご購入いただいて、いろんな実験にね、応用していただければと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。